大友かれんです。今日は花恋ノベル9月号の撮影をしました。今回はですね、9月号とは言いつつも8月1日発売ということで、ホラーをイメージした小説が書きたいなと思いました。怖い怖い女の子のお話が書きたかったんですけど、書いてみてすごいホラー難しくて、自分がそもそも怖いものが苦手なので、怖いってどうやって持ってくんだっけとか、あとは書きながらも怖くなっちゃって書くのやめたくなったりとかしながら書きました。初めてです。恋愛ものとか家族ものとか、今までそういうものを書いてきて、そういうのは結構自分の中でも家族とか大切な人とかイメージしながら書くのはできたんですけど、見たことないのでお化けどういう感じで出てくるんだろうとか思いながら書きました。あとは読んでる人をうまい具合にミスリードできたらいいなっていうのもあったので、どうやって最後ゾクッとさせようかなっていうのも悩みました。こんなにカメラを見ずに撮影したの初めてっていうぐらい、ずっと天井のボコボコを見てました。一点を見つめながら、お花とかを散りばめてもらったり、紙面でどっちが使われるかわかんないんですけど、色が黒だったり白だったり、いろんなパターンで撮影したので、きっと怖い怖い写真になっていると思います。まさかまさかこんな幻想的で美しい怖い写真をたくさん撮っていただけるなんてびっくりしましたけど、でも花恋ノベルの醍醐味かなと思います。あれ何の話だっけ醍醐味かなとかそういう話じゃないんです。